皆さんおはようございますす物販講師の黒沢です実家です雑然としたしかしながら自分にとっては最高の素敵な場所です自分自身っていうのは講師歴が17年目になりました二十歳の頃から、まあ、正確に言うと19の頃からなんですけども家庭教師日本語教師塾講師これを皮切りに いつの間にか17年間講師教師の仕事をしてました教育者の自分が、まあ、自分に対する課題として日々鍛錬していることっていうのはやっぱり自分の中では一言で言うとアトラー心理学なんですね。ですから今回は自分自身が課題として日々対峙していること ってていいいううのをワン動画トピックで話しさせていただこうと思います尊敬っていうのはイメージとすれば自分よりすごい人を「はあ」っていうふうに上を見上げるようにして感じるものが尊敬だって思ってる方がいるんですが私の知る限りアトラー心理学の中で尊敬っていうのはその人をその人のあるがままとして受け入れる。 さらに分かりやすく言うとその人の目を通して見てその人の耳を通して聞きその人の頭を通してて思考すするっていうことなんですね。例えばもっと分かりやすく言えばその人が関心を持ってることに関心心をを持持っってているこことだととにつだ思います。一見して教育や尊敬っていうのは私のやり方を押し付けるってことだっていうふうに思われがちだしついつい私もそうなりがちだと思います。 自分の方が物販の経験も積んどるから、自分がこうじゃない、こっちだ、みたいなことを言いながら生徒さんっていうのをある種先導していく、牽引していくっていうのが物販講師の立場だ。 とついついね生きって思いがちになってしまうことではあるんですが実は全くそうではないんですね生徒さんが私が全く関心のない商材それはいろんな意味でですよ経験値的に「いやこの商材売れないだろう」って思えちゃうだとか「何この商材なんか魅力ないしなんでこんなん選んだの?」っていうのを生徒さんが選ばれたとしますよね。ももし自分自分身ががアドラー心理学っていいいうののを舐めたこことがない人間であればいやこの商品はダメだからもうこういう 商品じゃなくて別の商品探しましょうで終わっちゃうんですよでもそれって果たしてそれで良いのかどうかと なぜならば少なくとも生徒さんは何かしらの関心を持ってその詳細を調べて私に提出されたわけですからその目を私は見る必要がある生徒さんの目を通して耳を通して頭を通してそのものと向き合ってあげる必要が本来はあるはずなんですねではなぜこのようなことをする必要があるのか自分が物販セラーとしての経験上 関心が持てない商品に関心を持つってどういうことなのっていうふうに思うかもしれないですが、実はここが尊敬の第一歩だからなんですね。尊敬っていうのは自分の思った通りには周りが動いていないという前提で考えていかなきゃいけないんですよ。例えば恋愛について考えてみてわかりやすいと思うんですが、タイ人の彼女でクラブでドゥン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 ,ドゥンって踊ってお酒飲むのが好きな人がいました。 私からしてみればクラブなんかでお酒飲みながらねみんなで1,000バーツも使って何時間も踊ってキャッ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 してそれがどんな有益なことなのと思っちゃうわけですよぶっちゃけた話ねでもそうではないんですなぜならばその人たちはね彼女を含めその人たちっていうのはその空間や時間そこで みんなと一緒にいるっていうことに対して意味を感じている。関心を持っている。楽しんでいる。それが事実だからなんですね。そこで自分の考え方と違うからなんでそんなつまらないことをしてるんだってついつい特に彼氏さんって言いがちになると思うんですよ。なんでクラブなんかで行ってお金使ってんのだったら貯金した家で寝てた方がいいじゃんみたいな感じでつい,つい言いがちになってしまいますよね。自分のやり方に相手を強制させようとしているだけで尊敬っていうのが生まれません。 さらに言えば尊敬っていうのはもっとわかりやすく言えば勇気づけということもできるんですがその人が持っていることに関心を持つその人が興味を持っていることに対して関心を持つことによってその人は自分自身っていうのを肯定するきっかけになる自分自身の生きるということに対して勇気が出てくる勇気が生まれるとそして自分自身のことを肯定できるようになると 自自分自身の過去にに対しても肯定できるるようになる目的論という言葉がありますが結局自分は昔あんな教育を受けたからダメだったんだ自分はこんな親に育てられたんだからダメだったんだっていう人っていうのは今この瞬間の自分に対して理想とは程遠い現状があるわけですねでその現状を少しでも緩和させる言い訳させるために過去の何かしらの出来事を持ち出している。 あれがあったから今がダメなんだっていうのを言いたいだけ。要するに自分自身の現状に対してすごく不満を覚えているからこそ過去のある出来事をマイナスなもの、自分が今うまくいっていない 言い訳づくりのために利用しているのに過ぎないなぜならば現在今この瞬間の自分が理想に近づいている人っていうのは過去のどんな出来事であってもいろいろあったけどいい思い出です全てに感謝してますっていう言い方をすることができるわけなんですねでそのように事故を肯定できるような状況に私がね皆さんを先導するわけではありません ただ、少なくともそのきっかけづくりとして、勇気づけ、自分の関心を持っていることを肯定する、自分自身を肯定するためには、私としてできることっていうのは、自分の目を通してその人を見ることではなく、その人の目を通してその人が関心を持ったものに対して私も関心を持つということ。これが自分のできる最大限の尊敬であり、それが最終的には双方の感謝につながると思うんですね。生徒さんが関心を持った商材っていうのを をどうう上で調べてみててみも正直売れづらいなって思う場合はありますそれはアマゾン上のデータを主観してみるとどう考えてもその商材っていうのは売れづらい気がするなと売れづらいだろうと私としては客観的にデータ上で主観して判別するってことはあります。 じゃあ最後にそういう場合自分はどのようなオファーを出すのかについて話をさせていただきますね。それはその関心をある商材をきっかけとしてそこに関連のある商品を生徒さんに提示するってことだと個人的には考えています。生徒さんが関心を持っている商材、それ自体を否定するわけではなく、まずその生徒さんが関心を持った商品に関心を持った上で、とはいえ客観的なデータを見てみると こうだからじゃあその関心を持った商品を皮切りにそこから枝葉を伸ばし関連のある商品に手を伸ばしていったらいいのではないか。 ってていいう提案を出させていただくことがよくあります。これを行うことによって私ができる限り生治さんが関心を持ったものに対して関心を持った上でその先の進める道っていうのを、まあ、絶対的な答えがあるわけではないですが具体的に提示することができるのでそれっていうのは政治さんに対して私が尊敬しているっていうことを具体的に物販の中ではですよ物販という、まあ、科目といいますか物販という一つの商売のノウハウの中では お見せするるこことととができななのかなと思います恋愛事に関しても色恋沙汰に関してもそうなんですがやっぱり自分が今までうまくいかなかったタイミングっていうのは相手に何かを強制させようとしたタイミング相手のやってることに対して自分の目を通して見て無意味だとか無価値だとか何でそんなことしてるのかっていうふうに思い始めてしまうと相手がある種バカに 思えちゃう。見下したくなってしまう。おそらく見下したくなってるってことは見下してるんでしょすでに。そういう状況になってしまうっていうのが、これもう最悪の結末しかいかないと思うんですよ。到達しないと思うんですよ。それと同じように、現在私が受け持たせている生徒さんっていうのは、として言えば私よりもそれこそ一回りも二回りも上の方です。で、その方に対して、まあ、例えば、まあ、パソコンが得意でない方に対してなんでやねんと。で、商品リサーチに関しても、 全然うまくでできない方に関してなんでやねんとで商品のリサーチを行う際にいろんな疑問が普通出てきて当然だろうだとかあとはなんで商品をリサーチしている最中にこういうポイントを見ないかなだとかそういうことを思ってしまうと、まあ、おそらくねその年齢的なものっていうのもある程度気にしていると思うんですが、まあ、生徒さんからしてみればむかつくと思うんですよね一言で言えば。 で余計側方向いてしまう、まあ、私としても自分よりも一回りも二回りも年齢的には上の方に対して自分の方が物販の経験があるとはいえそのように接していったら余計へそ曲げちゃうっていうことは分かりきってるんですよ分かりきってるんだけれどもどうしても自分の目を通して考えてばかりいると上から目線な指導になってしまうそこら辺っていうのは気をつけなければいけないなと日々自生自解しながら物販講師として仕事を ささせせてててていいいいたただだおおりりまますす尽力というわけで今回はまあ、俺的教育論と言ってはなんですが自分自身が、まあ、アドラー心理学を実践しようと思って日々試行錯誤していることのうち尊敬ということ相手の目を通して見る相手の関心の持っていることに対して関心を持つことの大切さについて話をさせていただきました。 も,もし少しでもご参考になりましたならば高評価チャンネル登録いただければ個人ですでは失礼いたします